キシ君のサングラスが秘密の扉神宮寺平野のオフショットが切り開く新たな世界。ゴートの魅力を深掘り、神宮寺ゆうたのオフショットに見るコミュニティとイベントの新たな側面。音楽グループ、ナンバーアイ、ナンバーアイのメンバーである神宮寺ゆうたが、平野志陽とキシゆうたを交えた貴重なゴートのオフショットを、ファンとの共有の場として自身の SNS で公開しました。この瞬間にフォーカスを当て、 魅力を深掘りにすることで、コミュニティとイベントの新しい側面が浮かび上がります。神宮寺と平野のオフショットからは、彼らのリラックスした雰囲気が滲み出ています。青空の下で撮影された写真は、普段は見ることのできないアーティストたちの元の姿を捉えており、これがファンにとって非常に魅力的な要素となっています。フォロワーから寄せられた喜びの声にも、その元の姿に対する期待が現れています。 ロートのオフショットに込められたエピソードも注目ポイント。神宮寺が岸優太のサングラスについて明かした裏話は、メンバーたちが本番に向けて緊張や迷いを共有していたことを物語っています。ファンにとっては、これらの裏話がアーティストたちの人間味を感じさせ、ますます彼らに親しみを感じる要素となっているようです。さらに、ファンコミュニティ内での反応も見逃せません。オフショットに対するコメントには、オフショット嬉しい。 3人とも可愛いといった熱狂的な声が寄せられています。これは、アーティストとファンの結びつきが音楽だけでなく、アーティストの日常や裏話を通じて深まっていることを示しています。このようなオフショットの公開は、単なるアーティストの姿を見せるだけでなく、ファンとのコミュニケーションの一環として捉えられています。 ファンは日々の活動やイベントを通じてアーティストに共感し、その成長を見守ることで、より強い結びつきを感じているようです。さらに、この記事ではファンのコメントを通じて感じる喜びや支えのエピソードも紹介します。ファンがアーティストの活動を通じている幸福感や楽しさが、単なる音楽の鑑賞以上の価値を持っていることを浮き彫りにします。ミュージックステーションでのパフォーマンスに触れ、 ファンがどれほど感動しているかを伝えることで、コミュニティ全体が共感の輪に加わるような文章構造を目指しました。最後に、読者に向けて、神宮寺、平野、岸優太の今後の活動への期待を込めたエールを送ります。アーティストとファンが共に歩み、新たな音楽とエンターテインメントの旅に一緒に参加することで、より豊かなコミュニティとイベントの創造に寄与していくことでしょう。